んであんたは一気で辞めたの、一気で宮崎を捨てたがね、お叱りを受けます。本当に申し訳ありませんでした。2010年に高定期というですね、畜産祭に会いました。種牛をですね、国が殺処分しなさいという号令がかかったんですね。でその時に県の種牛6頭をですね、それはどうしても残したかったので、私の政治判断で東村というところに逃避させたんですね。でそれがですね、高定期が一段落してから、ある業界の団体の方たちが、あの種有牛種牛を動かしたのは違法行為、脱法行為じゃないのねと言われました。もしあなたが2期目に出たら訴えますよということでした。東国原が種牛を違法行為、脱法行為で逃がした、マスコミは書きますわ、バーッとイメージがダウンするんじゃないかなと思ったんですね。それで高定期の普及復興に支障をきたすんじゃないかな、全てがマイナスになるんじゃないかなと思ってですね、僕が2期目出なかったら訴えませんかって言ったら、いや訴えませんとおっしゃったので、分かりましたということで、本当に団長の思いだったんですけど、2期目出ませんでした。